はい、ご視聴どうもありがとうございます。すごくいいニュースだと思います。新型コロナウイルスにね、1分つけると 99% ね、殺菌というか効果があったという奈良県立医科大学がですね、医大が発表した実験だそうです。ペットボトルのお茶、もしくは、紅茶ですね、まあ、本当はこう茶葉がいいらしいんですけども、1分間つけておいたところ、99% をね、無害化することが確認されたということで、まあ、本当にこの自然の中のね、このものでこう免疫力を上げて、そういったウイルスをね、なんとかできるのではないかというふうに考える中で、皆さんもこういいニュースがあったらね、どんどんこう広めていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、特に、まあ、お茶だったらそんなに害はないと思うし。で、その中で、先日入ってきた情報もですね、まあ、酵素だとか、なんだっけ、ぬか漬けだとかですね、漬物だとか、本当にそういったものが非常に効果が上がるというね、実験を、いろんな国の方がですね、されているという話もあります。まあ、本当にこの発酵食品ね、私も結構たくさん取っているし、そうすると本当にこう昔よりも本当に体調がいいなという気もします。で、発酵食品で、お茶、そうやって考えるとやはり日本人、まあ、アジア人もそうかもしれないけども、日本人はですね、やはりこのコロナウイルスに対してかなりこの強いものを持っているというのは、そういったこの食生活も関係するし、生活様式ね、靴を脱ぐということも関係するだろうし、まあ、本当にそのあまりにもね、こう恐怖を、テレビは恐怖を植え付けて、その恐怖感で免疫力を下げてしまう、本当にこの悪いことだし、まあ、マスクもですね、まあ、当然人がいっぱいいるところはつけた方が私もそう思いますが、例えば車の中でね、一人で車に乗っている時にマスクをつける人たち結構いますけど、これ免疫力すごい下げてしまうのでやめた方がいいなというふうに思います。まあ、本当にこの、まあ、ワクチン、薬ができるのは一番かもしれないんですけども、まあ、本当の一番は免疫力をね、上げておけば、そのものかかってもですね、全然大丈夫だと、まあ、そういうふうな形にね、して、するような、まあ、啓蒙ですね、啓蒙活動をされたらいいのかなっていう、テレビはですね、お医者さんもそうですけども、脅すことばっかりでね、非常に良くないと私は思います。その中で、奈良県立医大のね、お茶が効果があると、そんな、ちょっといいニュースがね、飛び込んできたので、ビデオにね、撮らさせてもらいました。